ソーラーカーレース、飛行機に乗って撃墜。これは巨大ロボ？そして手強いボスとのバトルも。さらに集めたコインを使って奇世界工作をゲット。これを身につけると敵の攻撃から守ってくれる。奇世界工作は全部で180種類以上。中にはレアものも。挑戦士とともにカードの力で世界を救え。スーパードラゴンボールヒーローズワールドミッション。ハイファンタジーの世界でドラゴンに奪われた心臓を取り戻せ。ドラゴンズドグマダークアリズム。仮想世界で繰り広げられる名もなき少女の物語、ソードアートオンラインホローリアリゼーションデラックスエディション。ミュージックとアートが織りなす独特のリズムを体験。サイタスアルファ。ファイナルファンタジーナンバリングタイトルが次々登場。ファイナルファンタジー7、ファイナルファンタジー10、10-2 HD リマスター、ファイナルファンタジー12ザ・ゾディアックエイジ。伝統の 2D 探索アクションゲームの流れを組むブラッドステインド・リチュアル・オブ・ザ・ナイトが登場。悪魔の力を宿した主人公ミリアムはかつての仲間を救うためステージを探索しながら襲い来る悪魔との戦いに臨む。世界の重力を反転させたり光に姿を変えて移動するなど能力は様々。2D のステージに加え 3D のステージも登場。他にもキャラメイキングやサブクエスト、アイテムの合成などやり込み要素も充実。立ちはだかる強力な悪魔たちを相手に悪魔の力で立ち向かえ。ブラッドステインド・リチュアル・オブ・ザ・ナイトは2019年夏発売。アイアンマン、スパイダーマン、ウルバリン、ハルク、キャプテンアメリカ、ロケット&グルート、そしてキャプテンマーベル。マーベル作品のアベンジャーズ、 X-Men など30体以上のヒーローたちから君だけの夢のチームを編成して冒険する超豪華なアクション RPG、マーベルアルティメットアライアンス3。最大4人のマルチプレイはローカル通信、インターネット通信に対応。サノスやブラックオーダーなど様々なヴィランが脅威となって迫りくるオリジナルストーリー。
ヒーローたちの力を結集させ、命を懸けた戦いに挑め。マーベル・アルティメット・アライアンス3ザ・ブラック・オーダーは2019年夏発売。ドラえもんの世界と牧場物語のゲームシステムが融合。神秘的な大樹がそびえ立つシーゼンタウンを舞台に、牧場主としてののび太の生活が始まります。畑を耕して作物を育てる、牛や羊の世話、いらっしゃい、買い物、さらにドラえもんの秘密道具を使えばこんなことも。やがて牧場は大きく広がっていきます。そしてシーゼンタウンの人々との交流、最初はいろいろあるけど、きっと仲良くなれるはず。翻訳こんにゃく、ありがとう。のび太の新しい生活が始まる。ドラえもんのび太の牧場物語は2019年発売。ディズニーキャラクターのツムたちがおもちゃ屋さんを舞台に繰り広げるパーティーゲーム、ディズニーツムツムフェスティバル。お気に入りのツムと一緒に家族や友達と最大4人で対戦、協力プレイが楽しめる。オンラインで世界中の人と遊ぶことも。ディズニーツムツムといえばパズルゲーム。同じツムをつなげて消してハイスコアを目指そう。さらにローカル通信やオンラインでの2人対戦モードも収録。ディズニーツムツムフェスティバルは2019年。迷える魂は魔物になる。これは輪廻転生の断りを持つ小さな国の物語。人々は死の悲しみを押し殺し静かに暮らしていた。主人公のカガチは輪廻転生の断りを守るため、この世とあの世を行き来しながら、迷える魂が魔物にならぬよう救いの手を差し伸べる。魔物との戦いは救った魂を自らの体に憑依させ挑む。それぞれの魂で異なる能力を戦況に応じて切り替え、共に戦いを重ねることで成長していく。悲しめば迷い、迷えば生まれ変わることができない輪廻転生の断りが今揺らぎ始める。鬼の鳴く国は2019年夏発売。のダイレクト終了後、プロトタイプオーダーズという名の体験版を配信します。まだソフト自体開発途中ではありますが、この体験版では4つのオーダーを通してアーセナルの基本操作や簡単なカスタマイズを体験していただけます。さらにボスとの戦闘も収録していますので、プレイしてみてください。さまざまな武器や魔法を使ってモンスターとバトル。おはようございます。町の住人たちとの日々の触れ合い、畑で野菜や果物を育てたり、釣りに、料理に、モンスターの飼育まで、ファンタジー世界を舞台にしたやり込み要素満点のルーンファクトリー4が任天堂スイッチでよみがえる。ルーンファクトリー4スペシャルは7月25日発売。そしてついにルーンファクトリー5の制作決定。乞うご期待。父ジェラルトが率いる傭兵団に身を置くあなたは、とあるきっかけでその能力を見出され、ガルグマク大修道院の士官学校に教師として招かれることになります。時を同じくして頭の中に現れた謎の少女ソティスと共に、わしがお主を導いてやらねばな。課題とはいえ、そこは本物の戦場。生徒たちが生きるも死ぬもあなたの采配次第。戦況を見極め勝利をつかみましょう。戦果一つ上がりました。
生徒たちは士官学校で多種多様な武器の扱いや、その絆は戦場でお互いを支え合う確かな力となるのです。どけ！進軍せよ。三つの国と三つの学級、そしてあなたの物語。ファイアーエンブレム風化雪月。同情の余地はあるけれど、無知ゆえに悪しき人間どもに踊らされて死ぬ、その不運からは逃れられないわ。新たなデータを得た。これでいよいよ最終段階だ。私の体を使って一体何をしようとしていたの？できることなら巻き込みたくはなかったが、そうも言ってられねえ。死ぬんじゃねえぞ。On the day he becomes an Adon, he finally discovers his true heritage and the powers that make him the Luminary. When he goes to the king of the largest kingdom for guidance, he is dubbed Darkspawn. So begins the perilous journey of a hunted hero. Erdrea is full of surprises like these, and this time, the player has the power to choose on the fly between the land's gorgeous HD vistas and the 2D 16-bit glory of old. This is also the first version of the game with fully orchestrated field and battle tunes. If you want, you can change between the original sound and the new one whenever you want. And you can also experience the journey with English or Japanese audio. 勇者の奇跡ってやつだ。First-time players and veterans should also look forward to new stories. Each sees one of the main cast members stepping into the spotlight, shedding new light on hidden truths. This hero's adventure has truly leveled up. Dragon Quest XI S, Echoes of an Elusive Age, Definitive Edition.人と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 
Thank you.